皆さんこんにちは、キスケです。本日はリーダー枠に復活ご飯を置いて悪の系譜で戦っていこうと思います。悪の系譜使いのプライドは全て置いてきましたまあその悪の系譜自体、そもそも紫って第一形態フリーザ覚醒してるんで結構強いんですよね。ただ悪の系譜の弱みって何かっていうと、やっぱり受けキャラがいないっていうところだと思うんですよ。うってつけの受けキャラがいるじゃないですか。はい、復活ご飯を採用して悪の系譜で戦っていこうと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあマッチングしました。合体戦士パーティー対戦やっていきます。お願いします。合体戦士パーティーのリーダー枠にゴジフォーカー。これさ、リーダー枠あるとさ、まあ、ちょっとなんか考えること1個増えるよね。さあ何色が出てこないんだ。青色出てこなさそうやけどな。まあでも黄色は出したい。こういう感じでいくか、シンプルに。はい、お願いします。これでいこう。さあ楽しみだぞ楽しみだぞ。こんなことあっていいのか。もうなっちゃったからしょうがないけど、悪の系譜にご飯って、おい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 、やれやれだぜ。あれコンピューターかこれ。あ、違うね。はい、まあラグをうまく使われてコンボをカットされたっていう感じですね。 OK、よいしょ。うまい、ナイスコンボカットって感じだねラグいね。はい、あ、キャラチェンしてるよ、キャラチェンしてるよ。大丈夫、ナイス、いいよ。ほい、ドラゴンボールたまるのいいね。あー出たはい、ラグありがとうございます。ひでえなこのゲーム、マジで。つれー、これなかなか本気でつらいぞ。射撃マジでラグ、どうなってんだこいつ。ラグ、通常通常通常、ナイスよくわからんけど、これ出てこうへんかったらありがたいけど。ナイス、ライジング、オッケー、うますぎ。まあちょっとリーグ戦になってラグちょっと落ち着くかなと思ったんやけど、全くそんなことないな。外役は外役のまんまやね。うん、頼むわ。ナイス、これ多分キャラチェンしてくるよね。あ、してこない、いや変えとこう。あ、せえへんねや。この俺だ、避けてる。え、おいおい、自分でラグを制御できてないんちゃうかこいつあざした。この程度で倒されるとはな。さあマッチングしました。合体じゃないわ、 GT パーティーやね。対戦やっていきましょう。お願いします。さあリーダー枠をゴジータ4にしてますね。お願いします。うーん、青色出てこなさそうってさっきも言ったな。ただ赤色ちょっとな、どうなのかな。いや出してもいっか。いやむずいな。どないしよっか、こういう感じでいく。はい、お願いします。多分まあゴジフォーから来ることはないんじゃないかなって思ってるんで。あ、青色出てきたわ普通に出てきた。まあまあまあいいんじゃないですか。うん、全部通りがちょっと受けられるキャラクターが揃ってるね。あまりよろしくない。
対戦お願いします。無謀だな、マジ。はい、オッケー。こいつバニシング奪ってくるんだよな。オッケー、いいよ。おお、しっかり見てるね。いいんじゃないですか。OK、 はい、悪くない、悪くない。硬いね、やっぱり。 OK、 まあこのままダメージ与えといてっていう感じか。メイン使ってこられるの怖いんだよな。通常で押さえといて。オッケー、ナイス。おい、よっしゃ。そうね、そうなんだよな。いや、つえー、特殊カバちゃん、やっぱナイスタックル。いや、これあれか。ドラゴンボールパクって、あれ動かない。いやー、おっせー、遅いな。よし、うまい。これはありがたい。結構入るな。いや、ライジングでいいんじゃないか、もう。はい、宇宙の尻にしてやる。うん、ナイス。まあこっからよ。でスーパーウーブの回復量ってあんまり多くないんで、不死身で復活してもこっからいけるでしょう。あー、マジかよ。最速嫌やな。こっちで受けよう。はい、ありがたいな。いや、マジ、どうしよっか、これ。ん？死なない。入る、よっしゃー。ありがたいね。うまいよ。うま味です。はい。いや、バニシング回復し、ちょっとよくわからん使い方してくれた、ありがたい。よし、消し去ってくれる。はい、さすがにウーブでしょう。はい、相手はライジング外してるからさ、多分復活ご飯で倒さないときついと思うんだよな。いやー、ちょうど噛み合ったけど、なんだ、なんで。ラッキー、ドラゴンボールパクります。せっせこせっせこ貯めたドラゴンボールパクらせてもらうで。よし、オッケー。あー、死なない、ナイス。素晴らしい。オッケー、速圧、さすがに落ちるでしょ。究極圧だ。時間ギリギリまで戦ったな。
よっしゃー、本来ここまで悪の系譜で耐えれへんぞ。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は悪の系譜にリーダー枠として復活ご飯採用して使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ見栄えは良くないよね、そりゃ。まあリーダー枠ってそういうもんなんですけど、まあでもこれでなんていうかな、新しい扉が開いたというか、例えば受けキャラいないパーティーとか結構いるじゃないですか。悪の系譜しかり、強大な敵しかり、まあそういうパーティーに復活ご飯を採用して、まあ、復活ご飯以外のキャラクターは好きなキャラ使うみたいな、形で戦っていければ、わりかしほんま環境にいろんなパーティーが出てくるんじゃないかなとは思います。ただいろんなパーティー出てくるけど、復活ご飯は絶対セットみたいなだからね、より復活阻害のキャラクターが活躍するんじゃないかなって思うわ。うん、ゴジータ4とかね、それこそリミテッドのセルとかキラベジとか、その辺のすごく強い復活阻害を持ったキャラクターが、まあ、より活躍しやすくなるんじゃないかなって思います。まあ、ただ一つ難儀なのが、リミテッドセルは復活ご飯と色が被ってるんで、まあその辺どうすんのかなっていう、感じではあるんやけど、まあ相当強いパーティーが組めるっていうのは間違いないんじゃないかなって思います。でこのリーダー機能が実装されたおかげで、その、まあ、賛否両論あるとは思うんやけど、今から始めようっていう人にとっては、例えばほぼ同じタグのキャラクターをがっつり揃えるって難しいと思うんですよね。まあ課金するかは分かんないんですけど、まあそういう人たちはリーダー枠に、まあちょっとタグが違うけど強いキャラクターを置いて、で他はサイヤ人で固めてあげるとか、そういう動きができるんで、まあ割かしなんじゃないかなっていう感じかな。まあ今後どうなっていくのかっていう感じですよね。多分リーダー枠が実装されて2日3日ぐらい経ったあたりから不満の声とか出てくると思うんで、そっからですよ。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローをお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。